です。今回はですね、イラストが上達しない理由についてお話ししていこうと思います。この動画をね、今見てくださっている方たちは、絵描いてるけど上手くならないとかね、うまさが実感できないっていう人が多いと思うんですよね。まあでも私が実際に体験してきて思った上達しない理由っていうのをお話ししていこうと思います。3つほどあって、簡単にね、先にその3つを言っちゃうと、1つ目が継続です。で、二つ目が、トリスをしている人が多い。で、三つ目が、離れて自分の絵を見ていないこと。体験などして感じたのが、この三つかなっていうふうに絞って思います。はい。で、順番に説明をね、軽くしていくと、まあ、まず一つ目、続けてない人が多いっていうのは、絵をね、描き続けることこそ、上達に一番つながるっていうふうに思うんですよ。イラストっていうのは、イラストの練習法っていうのは、英語と同じかなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、英語っていうか、まあ、語学、勉強感覚と似てるかなっていうふうに思ってて、まあ、その理由が、英語って1時間とか1日で、向こうで生活できるぐらいまで話せることって、物理的に結構難しいと思うんですよね。てかもうほとんど不可。私みたいに英語ゼロの人がいきなりね、1時間あげるんで、向こうで生活できるぐらいのレベルまで英語磨き上げてくださいって言われても無理なんですよ。簡単な受け答えとか、ある程度のね、猛勉強して、ある程度のちょっとした会話はできるかもしれないけど、もうペラペラレベルまでやってくださいっていうのは、1時間1日じゃ無理なんですよね。で、絵も同じで、まあそれぞれね、絵の目標とかにもよるんですけど、1日1時間、1週間とか、1ヶ月とかだと、うわ、めっちゃ私絵上手くなってるやんって満足するのって、1ヶ月から3ヶ月と描き続けないと、私の中で満足できるほどの上達差っていうのは見られない風に思ってるんですよ。今ね、1年描いても上達しないよとかね、2年描いても上達しないよっていう人もいると思うんですよ。で、そういう人って、例えばね、1年間毎日1時間とか毎日1枚って描き続けてると、絶対上達はしてるはずなんですよね。ただそれに対して満足いってないってことは、自分の中で上達を実感できてない人が多いんですよね。そこで諦めずに、もうちょっと描いてみようかな、もう1枚描いてみようかなみたいな感じで続けてみるってことが、一番結構大事な要素かなっていうふうに思います。なので、私上手くならないんですよって言ってる人、私もね、DM とかコメントとかでかなり来るんですよ。上手くなりません、どうすれば上手くなりますかみたいな。上手くなる方法って多分いっぱいあるんですよ。私もね、過去に動画でいっぱい説明して、解説とか動画とかいろいろ上げてきたんですけど、上手くなる方法はいっぱいあるんですけど、自分が上手くなってないなって思う場合っていうのは、続けてない、まあ途中でね、もうやっぱ私無理だ、いやーってね、心折れてやめちゃう人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん私もね、今1歳の頃から絵描いてたらしくて、まあ言ったら23年間、4年間ぐらいずっと絵描いてるんですけど、まあそれは1日描かない日もいっぱいありますけどね。まあ継続的に描き続けてきた中で、私も自分で私絵めっちゃ上手いわとは思ってないんですよね。全然上には上がいるし、そんなプロとかね、絵師さんとかの前にお会いしたりとか立ったりとかすると、まあなんか自分なんでこんな絵下手なんとかすごい悔やんだりする時もあるので、確かに今の段階の自分の絵は気に入らなくて下手だって思っても、絶対に過去の絵と比べると、レベルアップしてるんですよ。なので、まあ、1ヶ月描いてもね、上手くならないっていう人は、2ヶ月描いてみてください。で、2ヶ月描いても上手くならない場合は、もうちょっともう1ヶ月頑張ってみようかなとか、毎日描くのはしんどいから、1週間に1枚でもいいし、3日に1枚でもいいし、まあ、それはね、自分が続けられるペースでいいと思うんですけど、描き続けてみるってことがすごい大事です。私もね、20年間以上絵描いても、自分の今の段階の絵がそんなにめっちゃ上手いっていうふうにはね、思うことってあんま少ないんですよ。でも過去の絵と比べると絶対に上手くなってるはずなので、まあ、モチベがね、下がったりとか上手くなってないやんって思ったら、その1週間前に描いた絵とか、1ヶ月前に描いた絵、3ヶ月前に描いた絵っていう自分の絵と一回この横に並べてね、見比べてみると、うわ、すごい上手くなってるっていうのを実感すると思うんですよ。なので、まあ一回ね、横に並べてみることも大事です。または、昔描いた構図と全く同じ構図で、まあリメイクですね。今のこの画力で描き直してみる。ってこともすごいいいと思います。なのでね、まあぜひやってみてください。なので一つ目は、続けてない人が多いかなっていうふうに思います。折れる気持ちもわかるけれども、もう一枚描いてみようかなっていう、その、もう一枚、もう一枚、もう一時間っていう、そのね、継続してみる。ただ、ここで注意なのが、絵をね、苦手になっちゃったダメなので、無理やり描くのは良くないと思います。まあ私もね、よくあったんですけど、絵描かなきゃって思うこと。描きたくないけど絵描かなきゃいけない、描かなきゃ、みたいな。暗い気持ちで描いちゃうと、せっかくのこの絵楽しいなっていうのが続けられなくなるんですよね。絵描かなきゃで無理やり描いて、でも結局うまいってね、実感できない絵が生まれちゃう。で、そこになると、イラストとか、まあ絵っていうのは、苦手意識、嫌いとかなっちゃったりするんですよ。こうなって
ってくるともう悪循環で続かなくなっちゃうんですよ。まあ自分の程よいペースで書くことが重要です。まあ課題の場合は別なんですよ。課題とか学校で画塾で書かなきゃいけないっていう場合はどうあがいてもね、来週この絵を出してくださいとか作品の期限が締め切りが何とかって言われるとね、うわ書かなきゃってなるんですけど、それ以外のまあ自分のね好きな絵とかになってくると書かなきゃっていう精神を一回捨てて書きたいなってふわって思う時に書いたらいいと思います。というかもう私のこの病のね実体験なんですけど、無理に書くのは良くない、無理はダメ、程よくプラスアルファでねもう一枚書いてみようっていうのを大事に思って、まあ意識するだけでもね変わってくるので、ぜひ考えてみてください。上達しない理由2個目がトレースしてる人が多い。まあこれどういうことかっていうと、まあそもそもトレースとは何ぞやっていうと、例えば自分の好きな絵っていう絵があったとしますよね。でこれを自分なりに描くときに、この上に自分の白紙とかの紙をかぶせて上からなぞったりするんですよ。まあ写し絵みたいな感じですかね。なんか人によって解釈違うと思うんですけど、この上からなぞる子ですね。でこれもまあ立派な絵を描くっていう行為ですし、私もねめちゃめちゃやったりするんですけど、こればかりやってると上手くなりにくいよっていうお話です。でこれは上からね、まあ、あの光を使ったりとか、まあ、いろんなトレース方法あるんですけど、そのまあ言ったらこういう線を自力で描くんじゃなくて、こういう線があるところを上からこうやってなぞってるだけなので、その絵を描く感覚とかバランスとかっていうのも大体ね、この人の絵をね写し絵で描いてみたりすると、まあ理解はできるんですけど、そればかり描いてると自分の線じゃなくなるんですよね。だって人の線を上からなぞってるだけなので、トレースが悪いとかじゃなくて、こればかりやってると上達を実感しにくいかもっていうような実体現状のお話です。なのでトレースばっかりじゃなくて模写を私はおすすめします。で、模写は何かっていうと、まあ、さっきみたいにね、この A っていう絵があったら、これを自分でね、この A さんの紙を横に置きながら、まあ、見ながら描くんですよ。これがトレスで、これが模写。なので、観察力がすごい養われるんですよね。まあ、絵って見る力がすごい重要なので、この誰かが描いてる絵とかをね、こう見ながら、ここはこういう風にして描いてるのかっていうことを、こう観察しながら横に自分で全く同じように描く方が上達します。てか私はそれを、なんか来るほどやってきました。ずっとね。ちょっとね、トレースが最近多いかもって思ったら、模写もね、試してみることをお勧めします。で、三つ目が離れて見てない人が多い。これもね、まあ別の動画とかでも言ってたんですけど、絵って自分の世界に入っちゃうと、もうこのスペースしか見えなくなっちゃうんですよ。ここに自分がいて、まあ絵を描いてるとするじゃないですか。だから、このペース、まあそれはそうですよね、絵描いてる。だから、この視野しか見えなくて当たり前なんですけど、このね、紙を見ながらみんなこうやって頑張って絵描くじゃないですか。で、離れて見るっていうのは、自分がいて、この絵とかを遠くの方に置くんですよ。で、そうすることで視野がこう広くなって、一回、これ全然描き途中でもいいです。完成する前です。完成する前に一回ちょっと置いて、遠くから見ることによって、視野が広くなるんで、この空いてる、この壁とか、周りの景色とかとも比較して見れるんですよ。この自分の絵を。比較して見るとどうなるかっていうと、周りの空間とか、この絵のどこが不自然かなっていうところを修正することができるんですよね。離れて見ると。まあ、つまり、第三者目線になるってことです。自分の作品って、自分の子供と同じように、まあ、2時間、3時間、多い場合は、もう、1日とか1週間とかけて絵を描きますよね。で、うわ、頑張って描いた絵、頑張って産んだ自分の子供ってなった時に、自分にしかわからない良さってあるじゃないですか。で、まあ、自分の子供もそうで、私の息子はね、こういうところが良くて、こういうところが優しくて、みたいな気持ちあるじゃないですか。でも、周りから見ると、そういうところってわかんないんですよ。私の息子はこういう時に、こうやってね、物を運んでくれるのよとか、言われても、言われなければ、周りの人なんてわかんないんですよ。そんな一面があるのね、なるほど、その子はいい子ね、みたいな感じになっちゃうんですよね。で、それも絵も同じで、自分にしかわからない自分の絵の制作秘話があるとか、自分の絵の良さがあるんですけど、このね、キャラクターにでかいリボンをつけたとするじゃないですか。でっかいリボン、をつけたキャラクター自分の中でこのリボンはいい感じに描けたし可愛いって思っても、例えばこれ周りから見た場合にこのリボンない方がいいんじゃないですかとか、例えばあなたも絵描いて友達が描いた絵とかを見て、あここ可愛いけどこここうした方がいいんじゃないかなとか、ちょっと思ったこと過去にあると思うんですよ。アンチとかじゃなくて、私だったらこうするかなっていう思ったこと、それが第三者目線になるんですよね。うん、ちょっと難しいかもしれないんですけど、だからここの私これちょっと違うんじゃないって思うこの他人に向ける感情を自分の絵に向けるんです。そうするときに、あれ私こういう風に視野狭い中でこうやって絵描いてたけど、離れて見てみるとやっぱここのこの装飾ない方がいいなとか、ここの色は青じゃなくて黄色の方がいいなとかっていうのが遠くに
離れてみるとこの周りの視野とも比較して見えるので気づく場合があるんですよ。まあね、絵描くときにね、こう自分の視野がこうガーって集中してガーって描く気持ちすごくよくわかるんですけど、一回よしちょっと休憩しようふうって気持ちを置いた時に離れて見てみるってこともすごい大事です。これ本当に大事。デッサンとかやってる人はわかると思うんですけど、めちゃめちゃ言われます。あんたこれ絵離れて見た？自分の絵を離れてから見ましたか？ってすごい言われるんですよね、先生とかに。まあ、なのでまあ、自分のねイラストとか作品とかももちろんそうで、一回に離れて見てみる。なのでまあ逆に言うと、自分の絵を離れて見たことがないっていう人は他者との違い、比較対象、周りとの景色と比較したりとかっていうことがないので、なんかここ違うな、修正しようっていう気持ちが生まれにくいんですよね。なので完全に描き終わって完成してから自分の絵を見て他の人の絵を見て、うわ自分下手くそ上達してないもう嫌っていう風になっちゃったりすると思うんですよ。あくまで個人的な体験談の話です。まあ上達しない理由、上手くならないんだよね、上手くなってないんですよ、どうしたらいいですかっていう人の理由としては、私はねまず続ける、続けるって私1年も描いてるんですけどっていう人多いと思うんですよ。私も20年間描いても自分の絵なんて、はい世界一上手いなんか思ったことないです。だから本当に上がないんですよ。もう絵ってゴールがないんですよね。はい完成、私の絵の人生終了、世界で私の絵が一番上手いです終了っていうのってあんまないんですよ。絵って終わりがないので、なのでなるべく上手くなりたい、本気で頑張りたいっていう人は続けてみる、1日でも1ヶ月だけでも伸ばして描いてみるってことが大事です。ただ無理はしちゃダメだよっていう話ですね、続けなきゃ、続けて描かなきゃ、続けて描いたら上手くなるって私は聞いたんだ、続けるんだってなって、うわもうなんか絵疲れてきた、嫌いでも嫌いになったけど続けなきゃいけないっていうこの負の連鎖が始まると、もう続くものも続かなくなってくるので、まあ絵に限らずね、まあスノーボーとかバスケとかサッカーとかいろんなことに言えるんですけど、やっぱ今頑張ってるこのプロの人とか上手い人っていうのはやっぱ続けてきてるからこそのこの経験値とかがあったりとかっていうのがあると思うので、まあもうちょっとだけ続けてみようかなって、その軽い気持ちでいいと思います。二つ目、トレスばかりしてる人が多いよっていう話。まあ、別にトレスが悪いってわけじゃなくて、トレスばかり、まあ、上からね、なぞって描いたりとかばかりしてると、自分の絵柄、自分の作品っていうのが薄れちゃう可能性があるので、たまにはちょっと、3日に1回は模写しようかなとか、この絵トレスして上からなぞって描こうかなって思ってたけど、ちょっと横に置いて、模写で見ながら描いてみようかなとか、そっちに描いてみようかなっていうその気持ちもあってもいいと思います。で、三つ目は、離れて見てない人が多い。もちろんね、見てるよっていう人もいると思いますよ。ただ、もっとね、私もデッサンの時とかも、もう5分描いたら離れる、5分描いたら離れるみたいな感じで、もう細かくね、遠くで離れてみたりとか、あと家で絵を描いてる人の場合は、ちょっとね、お母さん飾っていいみたいな感じで、完成してない状態で壁にね、ちょっと置かしてもらうとか、で、それで飾った時に、うわ、飾って遠くから見てわかるけど、あそこの色やっぱ違うな、とか、っていうのに気づいたりする可能性もあるので、まあできればね、離れてみた方がいいですよっていうお話でした。まあね、この動画見てくれてる人、うまくならねえから見てんだよっていう人多いと思います。まあこの3つをちょっと意識するだけでも変わると思うので、ぜひね、あそういえば私もうすぐこの絵完成しちゃうけど一回離れて見てみようとか、こうやってね立って遠くの方に置いて見てみるってこともいいと思います。まああとはね、他にはもう上達しない理由って今回は言ったんですけど、逆に上達するにはこうした方がいいよとか、まあ上達するための近道とか技法とかっていうのもね、他の動画でなんかもういろいろ上げてるので、よければね見ていただけたら嬉しいなって思います。じゃあそんな感じで今回は終わります。一緒に画力上げていきましょう。じゃあバイバイ。